サンデーフォークオフィシャルサイトをご覧の皆様、進学トークの藤田千秋です。こんにちは。私はですね、この2月28日にですね、ソロ2作目となるマルチディメンショナルをリリースしました。こちらでございますね。こちらのジャケになっておりますね。そして、今回はですね、まあ EP ということで、まあミニアルバムみたいな感じになっております。5曲入りです。で、3曲がインスト、チルビートっぽい、まあローファイビートっぽい感じの世界観の、楽曲が3曲と、それから、歌もの2曲っていう感じになっておりますね。で、今回は西村くん、ギター西村くんフィーチャーして、1曲やってたり、いろんなトライしてますけれども、今回はその中でもですね、こちらのですね、この小さい、ね、ジャケットのを小さくしたみたいなこのカード、これ M カードっていうやつなんですけどね、こちらの方で、楽曲のファイルももちろんダウンロードできるんですが、私が撮影したり、3分詞を書いてたりするんですけど、そちらを合わせて、制作した、画像コンテンツみたいなものもダウンロードできたりします。この辺が、新しい、まあ今時のトライかなという感じでございます。すごくね、一粒で二度三度美味しい感じになっておりますので、ぜひ皆さん、聞いてみてやってください。まあ名古屋といえばですね、僕はもう随分もう行けてないんですけど、でも名古屋に行った時は必ず行く お店がありましてですね、必ず行く、まあバーというかですね、顔を出すお店があって、高岡という交差点のそばにあるんですけどね、そこしばらく行ってないから、ね、マスターママ元気かなと、いつも気になってはいます。今度名古屋に運んだら必ずまた行こうかなと思っています。まあそれにしても名古屋といえばいろんな美味しいものもたくさんありますし、本当に楽しいいい街だなと僕は思っております。大好きです。そんなことで、ぜひこのね、マルチディメンショナルね、私のソロの方もシングルライクトーキング同様に可愛がっていただけると嬉しいかなと思います。どうもありがとうございました。藤田千秋でした。